変態日記見つけた。お疲れ様です、ラットです。ということで今回からですね、またまた新シリーズということでですね、で今回はまあそのまあやばいデッキ、まあ、変なデッキを、まあ、僕よくツイッターとかその海外のねこういうプロフィールとかを見て結構見つけるんですけど、まあ、そういうのを今までも、まあ、普通に紹介してたんですけど、まあ、それを、まあ、シリーズ化といいますか、普通に分けて、まあ、分かりやすくですね、はい、するために、まあ、そういう風にしたということで、まあ、そんな今までと変わらないんですけどね、まあ、またツイッターとか、まあ、なんか、ね、そういう海外とかのやばいデッキを見つけるために紹介していこうかなと思いましてですね、はい、早速今日やっていきたいと思います。で、今日はですね、もう出だし、やばいデッキ、やばいデッキ見つけました。ということで、こちら。はいはいはい、とまあ見るからにやばいやつですね。迫撃と三重子が入ってるデッキになっております。でこれは海外のですね、とベリン選手って方が多分作ったデッキで、もうその方がグラチャレを12勝とかもしてたりしたデッキです。ってことで、もう日本人でもこのデッキ多分使ってる方でも多分ちょくちょくいるかもしれないですけど、まあこちらですね、はい、今日使っていきたいなと思います。ということで、よいしょ、さあいきます。でまあ使い方なんですけど、正直僕も分かんないんで、こんなん難しいですよね。でも三重子、そうエリポンがないんで、基本的にやっぱ三重子で攻めるのと迫撃で攻めるの、どっちで攻めるのみたいな、これが困るな。これは一回防衛迫撃ですかね。することなかったんで、ディガー飛ばして。やら縦線で囲んであげたいですね。ジャイだよね、やっぱり。で、これ縦線でしっかり囲んであげて、まあアウトローで。やばい、囲んであげれなかった。けど、縦の戦士が優秀、OK。はいはいはい。ジャイスパイアラメですね。ってことで、意外と、苦しい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 。でこれはまあプリンセスかな。三重子はいつ出すってなって、今ですね、相手がスパーキーを裂いたから、ここはプリンセスではなく三重子展開。え、やば、今あれっすよ、相手気づきました。このゴブリンはゴブリンじゃなくてゴブリンバレルですからね。でこの三重子は、うわー、で相手もう無視してきた。いやー、やばい。これがやばい。やばい。普通になんかやばい。いろいろとやばい。ごっちゃ、おー、迫撃優秀、やばい。やばい。これターゲット変わって？変わってくれないやなー。まあ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 、なんかいろんなことが起こりすぎちゃってよくわかんないんですけども。とりあえずなんとか逃げ切れそう。はい。っていうところで、さあ。ヤナアメザップ。これはウッドで美味しいですね。ってことは、これ、ハシマイプリン出して、やば、そっち？これ、防衛迫撃はやっぱ徹底したいところはありますね。その、スパーキーがしんどいんで。で、これもう三足出して、縦線で囲んであげて、やば。やばいな。相手もやばいと思ってるか。やば。で、奥にずらしてきた。いやー、勝ったな。これだってもう、ここで攻め迫撃みたいなのがあるんですよね。で、ディガーも飛ばして、あー、アイゴレが間に合わなかった。やばい。これはひどい。で、これ、スケルトン部隊読みのプリンセス。今、読んだところでみたいな。あー。いや、でも迫撃がぶっ刺さってる。けどやばい。けどやばい。いや、やめて。やめて。やめて。やった。やった。これは下手くそだった。けど、これしっかりウッド打ってあげることによって、これはね、迫撃が最後、フィニッシュってことで、うん、まあ、どうなんだろうな。よくわかんない。うん。本当に、本当に。だって、まあ、紹介しますけど、正直よくわかんないですよね。これ。まあ、まあまあまあ。勝てたからいいみたいなところですね。なんで、まあ今僕は結構迫撃を防衛に使ってたんですけど、まあなんだろうな、相手によって
もう迫撃ばっかで攻めるっていうのもありだと思いますし、逆にもう迫撃は絶対防衛みたいな使い方もできると思うんで、そこはやっぱ相手によって変えていくのがいいかなとは思いますね。で、さあこれですね。することないんでディガーですかね、僕は。で、一応まあ初っ端はトルネキ以外の位置に飛ばします。はい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 。これはまあよくわかんないんですけど、ペッカかな。アウトロー出してあげて、ペッカですね。これはペッカですね。ということで迫撃置いてあげます。まあここでね、カウンターの形ができてるんで、ポイズン来るかな。ペッカですね、やっぱり。ということで相手はテンプレのペッカリガポイ。このゴーストが厄介ではありますけど、これで囲んであげれば、しかも迫撃入ってるわ。オッケー、オッケー。いや、これさては分かった。今このペッカの相手のデッキとかペッカ工場とかペッカリガポイ、ペッカ迫撃、ペッカロイジャイ、ペッカマジアチャロイホグ、ペッカマジアチャ工場っていうぐらい、まあ、ペッカがめっちゃ流行ってるんですよ。ちょっと思ったかもしれないですけど、でも本当にそれぐらい今流行っててですね。なんで、まあそれに対してさては強いですね。そのどれもザップとかが多めですし、迫撃で攻めることもできて、相手の工場を受けることもできてっていうので、さては今の環境を見てみたいなところあるですね。これポイズン来たら迫撃置いていいな。これは誘いましたね、言ったら。もうコスト的に相手が多分しんどいから、はい、おいしい。これはおいしいですね。これできるだけ延命したいですけど、しすぎるとなんか突破されてやばいみたいなこともありそうなんで、一応ここは防衛するみたいなところあるですね。これもう3死で、え、相手今ポイズン使ったでしょ、しかも。やば。はい。で、このペッ、迫撃はおさらば。やばいやばいやばい。やば。で、これディガー飛ばして、なんか来るから、ウッドも転がしてあげて、よいしょ。これによって、右のマスキが地味に生きると。あはは、相手のマジアチャがおしゃれ。いや、え、これ強いのこれ。本当に知らないけど。これもう迫撃置いていいんじゃない？いやもうなんかやばい、適当になってきたけど、もうこれもう三重子でいいもんな。相手ポイズンだから、この三重子処理できないから、あーやばいけど、これは縦線があるんで、まあペッカもそこまで怖くはないと。やば、もう圧勝や。グッドゲーム。おや、使い方よくわかんないけど勝てるみたいなのがあるっすね。いやマジで本当にこれ使ってみてくださいね。その結構それマジで、この多分僕あるあるなんですけど、コメント欄で僕の YouTube の、あーそれ使えるのラットだけやんって、ラットしか使えねえやみたいなあるんですけど、それは甘いっす、甘いっす。そんなことはないっす。本当に使ってみれば、逆に僕よりもセンスのある人絶対いますし、逆に使ってほしいんで、まあ、紹介してるんで、これもですね、マジで使ってほしい。使ってみてほしいですね。いやー、これなー。そういうことない、そういうことない。これプリンスがさてしね、とりあえず困ったら防衛迫撃みたいなのがあるっすね。で、これ、あー、オッケー。あー、バルキリー、バルキリーやめて。うおー、やばっ。ちょ、待って。それはちょっと異次元すぎる。ついていけない。オッケー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 。いいよ。縦線とアウトローのこの2枚立てがめちゃくちゃいい。で、アイゴレもあるわ。3枚立てっすね。陸が3枚はめちゃくちゃいいっすね。よしよしよし。これピースして、これはもう無視でディガーっすね。で、しょっぱなは取れなきゃいかん。いやー、なんか相手のデッキが硬いユニット多いっすね。なんかバルキリーにプリンスにみたい なんかミニペとかも出てきそうでちょっと嫌っすね。ここはプリンセス出して、でフリーズありましたね相手。これはまあアウトローで受けてあげて、さすがにここでフリーズはないでしょ。ああ矢の雨、矢の雨、これマスケ、ああ、でもあれそうだ、迫撃出してもマスケがいるんだ。やばっ、どういうこと？待って。こういうデッキが増えてるの、さては。
ついていけないな、もう。ということで、まあ、とりあえずディガー飛ばして3視点回したいですね。もう相手が、ロケット使ったんで、問題がバルキリーとかプリンスがいるんで、そこが怖いですね。なんで、まだこう出さずに、こう、こんな感じで、形を作っていく感じを見せて、からの、この端前で、この、トゥトゥトゥーンですね。で、これ、ウッド打ってあげて、もうできるだけこれ延命したいですね。ワンチャンこっちをこのまま攻めたいみたいなところですね。で、これディガー出してあげて、迫撃も出したいとこあるんですけど、まあ気持ち出してあげるみたいなことあるんですね、やっぱり。さすがに使わないのはかわいそうなんで。いや、待って、いらなかったな、やっぱ。迫撃は意外といらないみたいなところですね。もう防衛専用みたいな。まあ。よいしょ。勝てそうだけど、どうやって削ればいいか。相手、待って、相手ロケットあったの忘れてた。そうだよね。飛んでくるよね。モガンプリンスは、縦の選手で受けてあげて、で、これはもう大砲、ディガーで削るしかないみたいなのがあるんですよね。あと、端前プリンをうまくやっていく感じで、惜しい。でもどうせヤーム打たれるんで、締めからプリン出してあげます。やば、待って、全然聞いてない。それはやられた。やばい。それはやられた。聞いてない。さては、まんまと相手の罠にはまったみたいな。やばい。おや？そんなことある？うまいなー、今の相手が。やば。これは相手がうまいっすね。マジで。今のは、やられた。この、最後までガゴムレを隠し持っていて、僕がプリンセスをシャシャって端前から出したことによって、ガゴムレフリーズに落とされたな。やば！さてはこの相手のデッキもいいみたいな、とかあるんで、ちょ、一応これ見せておきますね。いや、さすがにな。やばいっすけど。はい。ということで、今日はまあこんな感じで終わります。はい。ということで、今日はね、まあ、2本目もこの後上がるんで、ぜひ見てください。こちらのデッキ、まあ、この相手のデッキもやばいですけど、まあ、ちょっと使ってみようかなと、少しでも思ったらね、ぜひ使ってみてください。ということで、終わりになります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。